皆さんこんにちは、マットです。今まで履かしていたねタイヤがもうついにねスリックタイヤみたいになってきてしまってましてね、それでねさすがにタイヤを変えなきゃということで次何履かそうかなとは思ってたんですけど、皆さん難関っていうタイヤメーカーご存知でしょうか。このね難関っていう四輪の方ではだいぶ有名なタイヤですけど、最近ね二輪の方でも難関がタイヤを出してきたっていうことで、ネットを見てもね評判がね悪くないんですよ。難関の二輪大型専用タイヤですね、ハイグリップラジアルタイヤ難関スポーティアック WF2 というタイヤをデートナーにちょっと履かしてみたいなと思ってます。意外としっかりしてる。硬いってわけじゃないですよ別に。硬いってほどではない。ほどほど。意外と普通かな。ちなみに18055で、13,800円でした。安いよね。めちゃくちゃ。だって普通のタイヤだったら3万ぐらいしますもんね。3万するね。前後でだって定価みたいな単行価格だったら6万7万ぐらい。うん、そんぐらいのイメージですよね、いつも。ねちょっと長いね。てか安いからもうちょっと変えた方が。確かに頻繁に変えられる。隣に変えられる。半年に1回ぐらい。ね、燃費悪くなったら変えちゃう。そうっすもんね。だってそれを考えたら。6万7万ぐらいのいつもの普通のタイヤ、ハイグリップタイヤを2回変えられるってことですもんね。変えれる。え、これなんすかこれ。バランスだ。ホイールバランス。意外とこういうの見れないから知らないんですよね。タイヤ交換の時。はい。ゼロになるゼロ。おお。タイヤの軽いとこ重いところになるんですよ、はい、それその偏りをウェイトをつけて回して均一にしてあげないとバランスの偏りで振動になっちゃう。フロントの12070は7,900円です。安い。おもちゃの値段だよ。おもちゃ7,900円じゃない。ブレーキパッドいくらよ。ブレーキ、あれブレーキパッド、ブレーキパッドの方が高くないですか。同じぐらいで一緒ぐらいか、うん、純正だと。確かにデートナーのブレーキパッド1枚7000円ぐらいでした。マンキャリパー分だよ。うわぁ2本買えちゃう。さあ、難関のスポーティアック WF2 にね交換してもらって日曜日の奥多摩ですよ。奥多摩まで来たんでちょっとゆっくり顔向きしていきましょうか。うちからここのね奥多摩周遊道路まで来るのに結構距離あるんですよね。こういう街乗りをメインになんか奥多摩まで軽く走ってきた感想としては、超ファーストインプレッションとしては本当に癖がないタイヤだなと思いましたね。前後23,000円で買えるタイヤですから、なんといってもどうしてもやっぱり23,000円のタイヤって危ないんじゃないのっていう、こうなんていうんですか、固定概念がねどうしても頭から離れないんですよね。まあ奥多摩までね片道50キロ超以上走ってきて、街乗りとかちょっとしたこういう簡単なワインディングを走った超ファーストインプレッションとしてはすごく癖のないタイヤだなと思いましたね。今まで僕タイヤはね、デートナー純正でピレリのスーパーコルサーを履いてましたので V2 とかだったかな、
スパコルからでブリヂストンのね S20 エボで、その次はメッツラーの M5 かな、 M5 を履かしてて、で4本目で難関のこのタイヤが気になってたので、ちょっと今回人柱と言いますか入れてみるかなみたいな感じで入れてみようってなったって感じですね。このね、難関のスポーティアック WF2 ですか、 WF2 のメーカーのコンセプトとしては、まあ家からこのタイヤを履かせてサーキットまで自走して、サーキット走行、スポーツ走行を楽しんで、でまたサーキットから家まで自走して帰るっていうコンセプトのタイヤみたいですね。まあ一概にこのハイグリップラジュアルタイヤといっても、いろんなタイプのハイグリップタイヤがありますからね。本当にスパコルとか、なんだっけ、RS10 か、ブリヂストンの RS10 みたいに、まあ、サーキットレース寄りのね、ガンガン振ってるタイヤであったり、今、ブリヂストンの S21 とか、ピレリのロストコルサとか、ロスト3とかですね、もうちょっと、ロード志向、ツーリング志向が強いハイグリップタイヤっていうね、いろんなタイプのタイヤがあるんで、一概にハイグリップタイヤって言っても広いんですけど、まあ副賞になりますけどね、この難関のスポーティアックは家からこのタイヤを履かしてサーキットまで行って、サーキットでスポーツ走行を楽しんで帰ることができるハイグリップラジュアルタイヤっていう位置づけのタイヤを目指しているそうですね。さあ、まだタイヤを交換したばっかりなので、ゆっくり皮むきをしていこうかなとは思うんですがね。やばいよ、本当にすごい走りやすい、なんかこんな走りやすいのか。おお、結構グリップしてくれますね。やっぱさ、どうしてもさ、タイヤの値段が12070で18055のサイズだと Amazon で2万3000円で買えちゃってたから、どうしてもこのマイナスイメージから入っていくんですけど、これはね、かなり高感触ですよ。奥多摩のこの道来ても結構いい感じの感触で今走れてますから。おー、結構いいな、結構いいな。やっぱりね、最近中華系のメーカーってすごい勢いあるじゃないですか。ドローンで有名な DJI 社ですよ、 DJI 社、あれも中国のメーカーですからね。DJI 社も中華メーカーですし、あとはあれですよね、ファーウェイとかも中華メーカーだし、もう最近はね、中華メーカーのね、こうクオリティもね、バカにできないんですよね。だから一概に言って、こう中華メーカーだから怖えなみたいな、まあ難関は台湾メーカーですけど、中華メーカーだからって言って怖いなっていうイメージはね、まあこれは結局買う人々の何を買って信頼を買うか、コスパを選ぶかとか、まあ何においてもそうなんですけどねっていうところはあると思いますけどね。僕はね、結構ね、ウェルカムですね。コスパがいいものはバンバン入れていきたいっていうタイプの、このメーカーにこだわりとかはないので、まだね、皮むきが終わってないからね、若干ちょっと飛ばすのが怖い。よいしょー。でもね、こう結構こうぐーっとなんか自分をね掴んでくれる感はありますね。あとね、本当にね、癖がない、癖がないのはね、このファーストインプレッションですごい感じますね。若干路面のギャップを拾いやすいかなっていうのはあるかな。なんかちょっと結構こういうガターンってなるようなところのギャップ、マンホールとかのギャップですねを拾うのは他のタイヤより感じるかもしれないですね。それぐらいかな、本当今のところは。速い人が来たら行かしてあげたい。ちょっと待って、次のカーブ、このカーブ曲がったら行かせてるから、おい、どうぞ。このね、難関は他のデート上りの方に教えてもらったんですよね。一昨年ぐらいかな、去年一昨年ぐらいに奥多摩走ってて、で難関ってタイヤあるよって教えていただいて、で僕メッツラーに変えたばっかりだったんですよ。メッツラーの皮むきしてる時にこの難関の情報を教えていただいたんで、ああ、じゃあ次入れますわみたいな。この人もね、難関履かせてデートラー自走してサーキット行ってる方なんで、やっぱサーキット走行の何の問題のないタイヤっていうのコスパもいいしっていう位置づけのタイヤっていう前評判はね、すごい僕も聞いてたので好印象ですね。
多分ツーストなんだろうな。ツーストの排気がすっげえ辛い、まあ、ピューリはね、どこまででも倒せそうな気がして、あれはあれで逆に危ないなとか思ってたんですけど、あと一個前に入ってたメッツラーはね、なんかタイヤの形が先がちょっととんがってるんですよね。だから結構実はこうコーナリングをする、こういう奥多摩とか来るとめちゃくちゃあれ楽しいんですけど、こうスパーンってメッツラー入っていくからコーナリングすごい楽しいんですけど、僕結構ノートとしてキャンプ積載をして長距離をガーって走っちゃうノートの方が多いんで、メッツラーちょっと怖いなと思ってたんですよ。なんか先がとんがってるから、やっぱり北海道行った時とかすげえ怖かったもん。最初すごいなんか路面もまっすぐ走れないんだけどみたいなでやっぱ一番癖のないのはやっぱり世界のブリヂストンですよ。僕 S205 を履かしてたんですけど、一番好きなのはなんだかんだ S205 だったから、僕みたいなこのクソザコライダーでも全然気持ちよく走れるし、タイヤに不安感は一切なかったから、やっぱさすがのブリヂストンで、 S20 の後のね S21 もちょっと入れたいなとか思ってたんですけどね。その前にね、この難関の情報を聞いて何か入れてみようかなってなったからね。と履かした感じ、パターンもそうだなとか思ってたんですけど、履かした感じはすごくブリヂストンに似てる。僕が2個前に入れてたタイヤのブリヂストンの S20 あれにそっくりですね、感触としては。癖がなくて、で、まあ、若干ちょっと路面のギャップを拾う感じはあるかなとはあるんですが、こういうコーナリングもすごく食いついてくれるし、何の不安感もないよ今まで。今のところはですけど、やっぱりねコストパフォーマンスっていう観点にねフォーカスするのであれば、難関は結構いいと思う。でブリヂストンの乗り味が好きな人たちは全然ありだと思いますよ。さあとりあえず朝ごはんのカレーパンを渡しにください。奥多摩のカレーパン、おーめっちゃ一人やんけ、よいしょ日曜日の奥多摩って感じ。おお、綺麗に剥けてるね。一往復しただけで最初の皮むきまでここまで使えてるとは。この辺まで使っちゃってるね僕だって3つはでもここまで倒してないぞ。左側この辺か。あ、フロントもいい感じだね。でも結構奥多摩1本走っただけで結構あれだね、デロデロになるね。これはちょっとライフがどうなのかなっていう心配はあるけど、その分やっぱハイグリップタイヤだから、ね、熱の入り方はすごいいいんじゃないかなと思いますね。熱っ、タイヤめっちゃ熱いあ、めっちゃベトベトしてる。そしてこの熱の入り方は早いな、すごい。今まで履いてきたタイヤでこんな早くこんなデロデロになったこと今までないですからね。でそれでいてこんなに熱の入り方が早いのも初めてだ。あ、リアもめっちゃ熱の熱い、めっちゃ入ってる熱が。あ、これはねいいかもしんないですね。そう、さっき最初に喋っとけばよかったなと思ったんですけど、このね難関タイヤなんですけどね、超なんかこうビッグバイク向けの、大型バイク向けのタイヤサイズっていう位置づけにはなってるみたいですね。もしかしたらタイヤはあるかもしれないですけど、小排気量向けのタイヤはないかもしれないですね。今思い出したのように喋ってるんですけど、おお、グリップスルーめっちゃすげえすげえ、なんかいいね。うわー、食いつくねー、すげえわ、すごく食いついてくれるわこれやべえな、奥多摩がちついじゃねえかよこのタイヤ。だからここまですごい、この感じはなんか減りが早いぞ感がすごいひしひし伝わってくるので、そんなに飛ばしてないので、ね、奥多摩ガチ勢みたいなタイヤになっちゃってるから。なのでライフが気になるところなんでね、なんかのこのタイヤのね長期インプレッションとしてもう一本動画を出そうかなと思ってるので、まあこのタイヤもね、さっき挙げたみたいにデメリットはいくつかあるんですけどね、このデメリットを差し引いても交換直後のファーストインプレッションだと
交換する価値があるタイヤなんじゃないかなと思いました。ものすごく走りやすいですね。癖がないっていうのがやっぱ一番でかいな。気になるなんかスポーティアックのファーストインプレッション動画でした。ご視聴ありがとうございました。